ちゃうんだ、はい、この部屋でちょっと一旦あれしよっか、一回もう3部屋回ったから、バイバイみんな、バイバイすごいね、こんなすごいこんな夜にこんないっぱいいるんだね。これ結構今日満員だよ、ね、そうですね、うん、うわあ、楽しいね。今日は多分今までのゲストの中で初めて実は部屋に入りましたね、うん、ゲストが。そうなの、はい、もうコラボレーション初めて、コラボ初めてです。そうなんだ、初の方です。しかも、うん、初でこれだけなんていうの何違うの、足開いてたかなと思って恥ずかしくなってた、言葉出てこなかった。違うの、今2人を見たらそうよ、ちょっと恥ずかしかった、恥ずかしかった。いや今何話してるか忘れちゃったじゃないのよ。そういうとこが女子力高いよ ね、 ちゃんと一回確認して、はいはい、じゃあパソコン一回閉じてね、いただいて、はい、ですね、話を続けたいと思いますね。これから今ファッションの話をして本の話とかいろいろしたけども、はい、これやっぱ私もね、うん、一番注目は美容でございます。あ、はい、やっぱり肌、うん、どうやって保ってるかっていうところをちょっと聞かせてもらえる。でも多分私、うん、子供寝かしつけて9時とか10時に寝るんで、うん、で朝5時半とか6時に起きるんですけど、うん、そもそも睡眠時間ちゃんと取れて、で食事も子供のために3食、まあ、栄養バランス取れたのを作って残ったものを食べるんですけど、それも多分体にいいものだから。いやちょっと待って、残ったものを食べるって正直言って太ってる、まあ、お子さんお持ちの主婦の方って、うん、太られる原因がほとんど子供の残り物を食べるっていうところなんだけど、うん、なんでそれで太らないの、ね、じゃあ私は多分なんか子供も食べる人食べない日があるんで、うん、作ったものを残されるとイライラしちゃうんですよ、うんうん、もったいないと思って捨てられないから、うんうん、だったら最初自分の分作らずに、うん、子供の分だけ作って、うん、残ったらそれで自分はいいと思う。あ、なるほどね。残んなかったら本当軽いの作って食べる。だからそれでいいっていうことは、だから自分の分は食べないっていうことだよね。そう、自分の分は作んない最初は。そこよ、そこ、ね、自分の分食べた後に子供の残り物食べると太るのよ。なるほどね。あと私子供にお菓子はあんまりあげないんです。野菜スティックとか、うんうん、ちょっと待って、あ、すみません、まだ、2歳と4歳、それで野菜スティックキュウリとかポリポリ食べてすみません、普通ありえないけど好物喜んで食べてる、うん、喜んで食べて、お豆とかすごい枝豆とかそら豆とか普通に食べてる。ということは与えてないっていうことが、小さい頃から甘いお菓子。そう、そうチョコレート食べさせると、うん、もうチョコレートばっかりになっちゃって、うん、ちょっと虫歯ができちゃったんですね、うん、前に、うん、だからこれは良くないと思って野菜に変えたり果物に変えたりとかっていう工夫はちょっとずつ、私も最初はダメママなんで、まだ4年生とかなんで、いやいやいや一緒に学んでいってます。あ、でもやっぱりお子さんと一緒にいろいろ学んでんだね、本当にね、いろいろ話を聞いてると。そしてお子さんもきっと大きくなってその野菜スティックばっかり食べさせられたって今思ってるかどうかわかんないけどその愛情がいや違うの、今まだお家だからいいけど、これで幼稚園とか小学校とか行ったら環境変わると思うのよ。そしてみんな食べてる、みんながって言わなかった、一回はみんながこれやってる、うちと違う、みんながあれしてるって言った、言い訳にしてあれ買ってこれ買ってって言わなかった。あの子も持ってる、あの子も持ってるって。あ、こうなって環境が変わってくると、野菜スティックが一回この反抗期につながる可能性野菜スティックがいや、なるそっか、そこを乗り越えるのが一番大変だと思うけど、またその時はジージー助けてくださいね。ジージー、本物のジージーに助けてもらってください。さすがに私はね、まずいですからそうよね。まあでもこれで美容が、肌はでもなんで保ってる。あ、でもいろいろこういう仕事してるといただき物とかするんですけど、うん、美容グッズとか、うん、それは全部試すんです、うん、で2週間は絶対に使うんですけど、でもともと強いと思うんですね、お肌が。あ、肌がね、そう、うん、だから何使っても荒れないし、うん、何使っても毎回感動するし。え、何その毎回感動するっていう。化粧水とかパックとか。あ、いいもののいい部分をそれ、うん、とりあえず消化するんだ全部、うん、なるほど。そうだから、うん、結構コンスタントに変えたりはしてるんですけど。変えるのね、うん、やっぱり一つのものを使い切るっていうのも重要なんだけど、うん、やっぱりいろいろ試してみて、うん、とかなんか女の子ってその時期があるじゃないですか、うん、1ヶ月の中でも、うん、そのなんか自分の調子がいい時と、うん、そうじゃない時とかに使うものを変えてみたりとか。ちょっと待って、女の子はその時によって調子が違う、うん、ホルモンバランスがね変わってきちゃう、乱れちゃったりとかするから、なんかそれによってそう変えてみたりとかはしているか。今そういう質問をして私がバカだったね私は今
あ、それは自分はないから違うんだって初めて気づいたよ愛ちゃんはやっぱり違う、その時によって。そうですね、でも私の場合は変えないんですよ、めんどくさいから、うんうんうん、気分で変えたりはするんですけど、気分、うん、だからやっぱ勉強になりますね。あ、探求、まあ、研究しようっていう気持ち。好きなんですよね、私、あのちょいちょいあの試すのが、化粧品とか、あの父親が化粧品関係の仕事してるんで、じいじ、じいじが、じいじが、はい、そう化粧品関係の仕事してるんで、なんかそういう知識はちっちゃい時から美容部員さんと触れ合ったりとかして、植え付けさせてもらってるから、うんうん、何がいいか悪いかみたいなのなんとなくは分かってるんで、そう、それはなんかありがたかったなと思って。まあ、それでまあいろいろと今美容の話をしたんだけど、やっぱりね、普段からやっぱり美容を気にしてる人はカバンの中に何か潜ませてないね私のカバン、あのちょっと拝見って可能かしら。いいんですけど、なんか大したもの入ってないんですよ私。え、これあのすいません、カメラ OK？ いいですよ。本当大丈夫ですよね。その前にバッグ素敵なんですけど、これ、ね、かわいい。じゃあこう置いちゃおう。お誕生日プレゼントにこれもらったんです。ああ心が痛い全然根に持たないから大丈夫こういう言い方をするんです。このバッグは、どこのバッグですか。これね、セリーヌのバッグ。あ、かわいい。綺麗。これね、結構私も好きかもしれない、ね、色綺麗ですよね。あの地味に綺麗、高級感がすごいあるっていうか、ね、品がいい。そう、はい、革なのに軽い。して、すいません、少しずつで、あの、今何気なく、すいません、愛ちゃん足が映ってます。本当に、あ、やめて、隠さなくてもいいよ。あとこれお財布。あ、お財布だ。なんかね、はい、お財布なんですか。こうなるの、すごくない。あ、すごい、ポシェットっぽくっていうか、ポーチっぽく、かわいい。肩が、はい、かわいいです、すごく。うん、かわいい。そう、これと、あとは、あ、見ちゃおうかな。鏡。あ、シンプルでいいわ、鏡ね。はい、鏡。すぐだんだん私立ち上がってるよ。これメガネ。メガネ。メガネと。意外とシンプルですね。シンプルですね。ハンドタオル。あれ？あの、すいません。この黄色いバッグは私、すいません。あの、実はですね、スペインの旅に行くときに私もらったのよ。してこの中にあの飛行機とか乾燥するじゃない。だからいろいろ使ってくださいっていうことで、いっぱいいろいろ入れてくださったんだけど。はい。同じ。そのバッグです。これね、毎日持ってある。あ、ここに入ってんだ、もしかして。そう、これ。あ、普通の清潔。そう、手、キレキレ、子供をね、拭かなきゃいけないと、うん、ティッシュ。ティッシュ。はい、ティッシュとか言っちゃった。ティッシュって言っちゃった。あと、まあ、ちょっとした、あの、なんだっけ。口紅？口紅、そうそう、口紅と、あと、ハンドクリームと、うん、はい、あと、香水と。あ、香水ね。うん、これ、かわいいよね、香水の瓶。かわいい。あと、すみません、あの、すみません、ここまで見せてもらっていいんですか。え、私別にね、あの、そう、ちょこっとだけ見せてもらおうと思ったんだけど、全部ここまで広げられちゃって。頭痛持ちだから頭痛やか。そんなことまで、ありがとうございます。私もね、頭痛の薬は入れてるけど。じゃあ、今日は愛ちゃんのバッグを見せてもらえるかな。いや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 、なんで見たい。見たい。あかんあかんあかん。なんであかんあかん。何があかんの。あかんって。何があかんの。あかんって。ゲスト見せてんのよ。あかんって。だって見せんの、私の。見たい。なんで。じゃあ私の名刺あげます。何何よ、これまた出てたわよ。高橋愛と申し